皆さんこんにちはニュージーランド在住の日本語教師小木野です今日のゲストは宮城学院女子大学学芸学部の沢部裕子教授ですでは早速お呼びしたいと思います沢部さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますはい。えー、今日は夏の終わりのクライストチャーチそしてそちらが宮城県仙台市うん。今日のお天気は今のお天気はどんな感じですか今日の天気は雪です そうです結構降ってます <laughs>。はい、寒いです。えー、こう2月の半ばで雪が降る仙台市そして、え、はい、夏の終わりのクライドチャーチ。うん、この2つをつないでこのインタビュー動画を皆さんにお届けします。どうぞお楽しみください。では早速ですが自己紹介をお願いします。はい、えっ、ー、とサワーベユーコと申します。えー、出身は。 宮城県石巻市です、えーま、18年間石巻で過ごしまして、えー、大学東京に進みまして、えー、大学4年間、えー、その後、えー、ちょこっと、えー、社会人をしましてですね、えー、と大学院に進みまして日本語教育を学びましたでその後あの仙台市に U ターンして、えー、日本語学校で、えー、ちょっと教えたり あと、そうですね、えー、と北方領土に、えー、武者修行に <laughs> 日本語を教えに行ったり、えー、それから、えー、公立の中学校で、えー、英語をちょこっと、はい、これもちょこっとずつなんですけど、教えて、えー、それから韓国の。 えと国際交流基金ソウル日本文化センターというところで、えー、と日本語をあの教えてましたあの日本語教育の,あの中東教育の,あの支援の業務で行っておりました、えー、その後あの現地で、えー、ソウル大学の言語教育員で、えー、日本語を教える仕事を、えー、させていただきまして、えー、2007年から宮城学院女子大学に、えー、着任しまして、えー、日本語教員養成を のお仕事させていただいていますはい、簡単ですがこちらでよろしいでしょうか、はい、もちろんどうもありがとうございますえそしてえウェブサイトの記事の中には日本語教師として影響を受けた場所として二つ一、はい、つがえエトロフトそれからもう一つが韓国というふうに書かれてあったんですがえ今日はその辺のお話も伺えればと思っています <laughs> はいよろしくお願いしますえそしてここで僕と沢部さんとの出会いについてちょっとだけえ あの視聴者の皆さんにお伝えしたいんですが2014年でしたねそれは国際文化フォーラムの方が、うん、海外との交流に興味を持っていらっしゃる先生がいるというので澤部先生を紹介してくださったんですね、はい、そしてそれがきっかけで僕もこの外国語学習の目安というのを知ることになってこれを実際に取り入れるようになりましたそして沢部さんご自身がこの外国語を 学習のの目目安目安マスターとといいううこででしたよねはいはい、そうなんです <laughs> あのマスター研修を、はいえー、受けさせていただいたんですね、2013年にはい、その後あの日本語教育の分野でのこの外国語学習の目安の活用ということで、あの細々としたあの小さな私の実践を続けております。 ありがとうございます。はい、えそして2014年につながって、2015年にはカンタベリー大学の私の学生と、えー、サーベさんの学生さんとのリサーチプロジェクトが実現したんですね。そうですね。はい。あの時は Facebook、それから Skype を使って、はい、えお互いのこう情報交換というかリサーチを行ったんですね。はい、そうですね。はい。はい、本当に良い機会をいただきました。あ,ありがとうございました。 えそして改めて澤部さんとのこう共通点を見ていてえ、いろいろ共通点があることに気がついて、1、まあ、つは英語教員としての経験があるということ、それから中等教育に携わって、今は大学教員であるということ、うん、それからまあ博士号を取るのに、ままあ、実際に働きながら、うん、博士課程の研究をして、それを取得したという、その点でも共通をしています。そうですね いろいろありましたね。え <laughs>、まあ、苦労苦労しましたよね。それは苦労しました。<laughs> はい。うん、でもあのみんなねあのつながって今があるっていう感じですよね。うん、はい。はい。はい、みんなつながって今がある。うん、はい。その通りですね。<laughs> えー、それからえー、こう共通して関心を持っているえー、作家まああるいは研究者の方がいてえー、まあ田坂博さんそれから トマノ・イットクさん、それからドミニク・チェンさん。今回、このインタビューが実現するのも、実は僕、ドミニク・チェンさんのことを調べていて、Facebook で検索をしたら、澤部さんの,の記事が一番最初に上がってきて、そして、澤部さんが未来をつなぐ言葉、未来をつくる言葉。 という本の紹介をされていることに気がついて、えそこでメッセージをお送りしてえ、このインタビューにつながってきたんですね。そうですね。<え>本当になんか偶然というか、面白いですね <laughs>、はい、そしてもう一つ、この私たちのウェルビーングを作り合うためにという本も共通して読んだ本の一つなんですね。そうです、はい、ですから、澤部さんもこう実践の上でウェルビーングにもご関心をお持ちですし、それから、はい、 1>, 1月に奥村美奈子先生のセフアールと日本語教育、幸せになるための言葉の教育を目指してという特別オンラインセミナーを開催されているんですね。はい、そうなんです。僕の今の関心もウェルビーングということなので、このセミナーにはとても関心を寄せていたんですね。はいはい本当に素晴らしいセミナーだったんでですよそのご縁で 奥村先生の発表の内容をも知ることができたので、はい、とても嬉しく思っています。はい、ぜひまたつながってもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。そうそう、まあ奥村先生の本もここにあるので、い<や>はい、えー、そうそうそうです。素晴らしい。はい、うん、はい、そうですね。はい。では、えー、これから人生における天気、そして心の支え、はい、幸せなどについてお話を伺っていきたいと思います。はいはい。でまずはじめにこの ににおける天気、はい、これについい。いてて教えてください <laughs>、はい、ありがとうございます。えーっとまあ、私のじゃあ思い出話になっちゃうんですけれどもよろしいでしょうかね。はいまあ、私今日本語教育に関わらせていただいてるんですけれどもあの日本語教育にあの関心を持ったそもそものきっかけの話からあのそれはすごく私の中では大きい。 転勤になったんじゃないかなっていうふうに思ってるのでそっから話したいと思います。えっとまあそれ中学校の時なんですけれども、まあ、中学校1年生の時ですねはいその時にあの、まあ、英語を初めて、えー、習い始めてちょっと使いたいなというふうに思ってあの当時はあの海外文通というものがあったんですけど今もあると思いますけどあのいわゆるペンパルっていうやつを、えー、始めたんですね。 でそれであのいろんな国の人と文通してたんですけれどもえ特にヨーロッパのえハンガリーの,えーあの何人かのえ女の子と同年代の子と仲良くなりましてえそれを私は今もあのファイルにして実はこうやって残してるんですけど <laughs> でそれの,あのとっても私がハマったえのがですねお互いの あの言葉を教え合うっていうことを、まあ、自然にやりだしたんですね。同じぐらいの年の子同士でですね、女の子だったので、でまあ、こ,のこんな感じで今でも撮ってあるんですけれども、あのえー、ハンガリー語と英語で、 対象でで書いてあるんですね例えば自己紹介私は澤部優子ですっていうのをハンガリー語でこう書きますよっていう発音はまあわからないとしてもあのスペルとかを書いてくれたのでそれを私は真似っこして次の手紙にハンガリー語で書いたりしてたんですねで同じようにお友達の方がこれ私が書いたお体を大切にとか あのまたねお手紙書いてねすぐお返事くださいみたいなあのフレーズをこう私もこう書いて送ってたんです英語と対照させてでそれを見てもちろん日本語なんて知らないんですけどあの漢字とかもひらがなとかも全部まねっこしてこう書いてくれて送ってくれたんですねである日あのこれはあのエアメールその時のあの まあこれは普通にローマあのアルファベットで書いてあるんですけど、ある日これが全部漢字で書かれて、私の家のポストに届いたんです、えー。宮城県って書いてあって、全部私の名前まで、何々様まで、全部漢字で書いたエアメールがちゃんと届いたんですね。私が教えてあげたからなんですけど、それを見よう見まねで一生懸命書いて、 届いいたたのを見てすすごい感動したんですねなんかあの言葉の力ってすごいなってなんかその時あの今思ってもうるうるしちゃうんですけどあの何が嬉しかったかっていうと、まあまあ、あの私喜ばせたいというか驚かせたいと思ったんだと思うんですけどその私の母語である日本語を使ってあのコミュニケーションしたいっていう気持ちを まあその手紙から私はすすごく感じたんですねで私も同じことをしてたと思いますけどあの余計あの感じちゃったので難しかったと思うんですけどそれを乗り越えてですねあのハンガリーから届いたのを見てなんかとっても感動してあのなんかこんな仕事がしてみたいなっていうふうにあの思ったのが最初だったんです。中学校1年生ぐらいの話だったんですけど でそれをあのなんとなくずっと楽しくやってたんですが高校生になって、えーまあ、日本語教師とか日本語教育っていうあの世界があるっていうのを、まあ、進路の本とか読んでて、まあ、たまたま見つけまして「あそんな仕事があるんだ」なんかあの言葉のことをずっとあの興味持っていたので興味あるなと思ってあのもちろん日本のことを知ってもらうのも楽しいし。 あの相手の文化のことを教えてもらうのもすごく楽しいっていうのを海外文通からあの学んでたのでそんな素敵な仕事があるならやってみたいなと思ったのが高校1年生の時です。で、えー、とずっと高校時代はそういう日本教師になりたいなということで情報収集をしていました1つの研究はそのだから中学校時代の海外文通ですねはいありがとうございます。 いやその手紙がまだお手元にあってそれを今日持ってきてくださってそれを、うん、見ることができたって感激ですね、それ宝物ですよね。宝物なんです、ね、いっぱいあの全部ファイルしてるんですけどでもその漢字で書いたエアメールだけ大事にしすぎてどっかに行っちゃったんですけど <laughs> <laughs> すごい残念ですけどその心にはすごい残ってますね。えー はい、中一の時に、そのまあ一つのまあ現在に至るこの天気があったわけですね。えー、そうなんですそして、英語とそれからハンガリー語、そして日本語を介して、当時のペンパルですね。えー、ペンパル。ペンパル、えー、パル文通。<laughs> 懐かしいですね、うん、だからそれ原点なんです私。やっぱりそれが。うん、今もずっとそれがあって。 まあ手紙への思いみたいなのはありますね。こうやって、まあ、私は英語を学んだので、なんていうか最初からあの勉強する言語っていう感じではなく、コミュニケーションするあの言葉として英語に最初入ったので、すごくだから好きだったんですね。なるほどね。うん、コミュニケーションとしての英語から、まあ、英語に接していった。 しゃべればないんですけど <laughs> まあ書いたり読んだりっていうことだったんですけどまあすごくそれを楽しんでいたのであれは幸せな出だしだったなって思ってます。そ,うですねえー、そしてそ,その時のまあ原点が今日本語教師としてつながっているっていうのはすごく。すごい土台になっていてまあ ある意味ちょっとそれにとらわれてるかもしれないんですけどなんかこれすごく私の中ではあのこうやって言葉を学ぶっていうことがあの大きいあの意味を持ってたんですね。はい、それが中1の時そして高1の時に、はいうん、日本語教師というものに気がついて。で,で,、はい、で第2の天気 <laughs>、はい、お願いします。 第2の天気は、まあ、そうやって日本教師になりたいなと思って、えー、とずっとですねその高校時代は、えー、某国立大学を目指しておりました。はい。<laughs> 日本教員の,あの、まあ、養成をしているというはい。えー、ことで目指していたんですね。はい、でまあそのために一生懸命、まあ、勉強もしてたんですけどでその時に。 えーまあ、いろんな本を読んでました。まあなんか高校生にはちょっと難しそうだなと思って今思えばだけどなんかちょっと背伸びしてあの読んでた本がある,あるんですけどそれは後で出ていきます。でとりあえずですねその国立大学には推薦試験でチャ,あのチャレンジしたんですけど落ちました。<laughs> それであのすごく入りたかったんですけどまああっさりとあの推薦試験で なんかあの私大失敗したんですけどああのまあ、その失敗の原因はいろいろあったんです <laughs> あのまあちょっと失敗してしまってまあやっぱり落ちちゃったんですけど、ね、まあそこでですね私はでもあのもう絶対違うところに入るってあの方向転換したんですね。あんなに入りたかったのにそこをやめてもう違うところに入ろうっていうふうになんか思っちゃって。であの も、まあ、ともと県内を考えてなかったので、えーまあ、東京が、まあ、近い方なので、まあ、東京の,あの私立大学いくつか受けたわけなんですけどでその中であの受験に行って受験に行ってその入試が終わって、えー、その時に終わった時に帰り道あここにすごく入りたいって思った大学があったんですね。なんかそれは 不思議ですけど、本当に入学試験終わった後の帰り道に雰囲気で、あのキャンパスの雰囲気とかそのまあ、大学の周りの雰囲気もあったと思うんですけれども、うん、そこがま東京女子大学だったんです。で、あ入れるといいなっていうふうに思いながら。 で、家に帰って、あの、母にそんな話をした時に、ここに入りたいと思ったって言ったら。あの、入れるといいねって優しく <laughs> 母が言ってくれたんですね。で、ほ本当にそうだな、そのシーンは今でもすごく覚えてるんですけど。で、あの、幸い、あの、入れて、まあ、あの、合格したので。ぜひ、そこに入ろうと思って、東京女子大学に入りました。で、あの、まあ、東京女子大学では、言語文化学科といって、英語と日本語。 両方勉強でできたんですね同じバランスでそういうあの中身もすごく興味を持ったっていうこともあったんですけど、えー、日本語教育についてもそこでまた素敵な出会いがありましたはい実はさっきあの、えー、高校時代に推薦試験のこともあるしと思って読んでた、あのー、この本の「日本語セミナー」という本の中で私がひときわマーカーをいっぱい引いてる のがあって今見ると懐かしいわけなんですけどすごいマーカー引いてるえまあ論文というか報告というかがあってでそれの著者が上野達子先生とおっしゃいますえ世界に広がる日本語教育というはいえ文章でしたでこれをすごく一生懸命読んでたんですけど、えー 東京女子大学に入っっったたらら上野先生がいらっしゃったんですねでこれをお書きになった当初は国立国語研究所にお勤めだったので、えー、と私は全然わからなかったんですけれども入ってみて日本教育のことを勉強しようと思ったら上野先生がいらっしゃったということであの後でそれに気がつきましたけれどもすごく嬉しかったっていうのとあとまたこれも推薦試験の時に。 えー、失敗しつつもあの私があの尊敬する新戸稲造先生の, <laughs>、ね、あの太平洋の架け橋になりたい私もなりたいですみたいな喋ってたんですけど <laughs> その新戸稲造先生が、まあ、東,東京女子大学の初代学長でいらっしゃるっていうこともなんかご縁だなと思ってあの、まあ、入ってすごく良かったなっていうふうに今も思って。 いるんですね。で、上野先生に出会って、えっ、ー、と学部大学院とまあ、お世話になって、今にもそれが続いているんですけれども、あの支えって後でお話あるかもしれませんが、その私の中の支えの大きなものにあのなっていてその存在がですね。はい、今に至っています。はい、はい、ありがとうございます。えまあ、高1の時に四語教師に興味を持って、そして大学。<laughs> そして東京自治体に入りえ、井戸部稲造の創設の学校であり、そして上野先生が書かれたものを読んでいて、そこに上野先生がいらっしゃった、うん、なんか偶然以上の何かっていう感じ、ね、<laughs> そうですね、ねそうやって考えれば、あ本当になんか導かれたような感じで、自分はこう思ってる感じです。ね そして東京でしたに入りたいまあここに来たいと思ったのはそう雰囲気雰囲気ですね、うん、単純に雰囲気ですね<じ>はいなんとかオーラですかわからないです <laughs> <laughs> うんいいなって思ったんですなんかあの、うん、武蔵野の雰囲気っていうか、うん、あのすごくいいなって思いましたね落ち着いた感じがはい、うん はい、ありがとうございます、えー、そしてこれが2つ目の天気でししたねそして現在に至るまでただまだ天気があったかと思いますが。はい、あるんですけどねはい、まあ。まあ大学院出て、まあ、そこから結構いろんなあの日本学校で勤めたりですねさっき言ったようにエトロフトにもちょっと行ったりとかあの中学校で英語講師をしたりとかあったんですけど。 そのまあ短い期間なんです、それ、一年、長くて1年半ぐらいの期間にいろいろ移動してたので、仕事とかも。はい、だけど、全部がなんかこう、つながっているのが面白いなと思っているんですね。はい、まず、日本語学校に勤めてた時は、当時はあの韓国人の,あの留学生がすごく多かったんですね。あの私が勤めた学校は特にですね。ということで、同年代の。 あの韓国人留学生の方々とあのたくさんあの接する中で、まあ、やっぱりあの自然に韓国に行ってみたいなという気持ちになっていました。はい、であと自分にはあの韓国に限らずですねあの海外で生活したあの経験がなかったのであの留学生の気持ちとか あのいろんなストレスとか葛藤とかあの見るにつけあの私はなんか経験したことないなと思って自分に足りないことだなと思っていたんですねだからあの海外に出たいなという気持ちが、まあ、募ったきっかけにもなったんですね日本学校の教師時代はいであのフォ、まあ、ールロールドにいたのは本当に夏休みの期間だけですけれどもそこでの経験もあのまあ すごく貴重で本格的に今度はあの長い期間、えー、外で暮らしてみたいなというふうに思いました。はい、だけどあのその間ですねあのエトロフ島から帰ってきて、えー、とすぐ仕事ってなかったので <laughs> 日本学校一回やめてたのでですねそれでちょっとあの英語の勉強を持ってたのであのそれを活かして英語を教えてたっていうことなんですけどそこでまたあの今につながることとしては ALT さんと共に英語を教えたっていう経験ができたのであの教師の共同とかティームティーチングっていうのがその後の私の人生で大変あの、えー、キーワードになってくるんですけど初めてそれをあの経験したんですねはい。それがとても印象深かったです。はい はい、ありがとうございます択捉、えーまあ、島というのは日本語教師として影響を受けた場所の一つ、そして韓国もそういうふうにおっしゃっていましたが、外に出ていくということにすごくよくくずてきた、外というか、えー、その自分の居場所から離れたところに行くというのはこう抵抗感がなくて、こ奇心、ね、が。うん、若かったということはあると思うんですけれども、自分に必要なことだと思いました。 <あ>自分に足りないことだなと思って、はい。日本教師やっていて、なんかあのそれはぜひ吸収しておきたいなって思ったことでしたね。はい。あ,あ、そうですか。うん。はい、そして、まあ、まあ中学1年の時の天気、それから高校1年として大学に入る時そういった天気がみんなこう今の。 今の澤部さん,ん、ね、ご自身に直接つながっている感じですよねそう。韓国で国際交流基金のソウル日本文化センターであの私は青年日本語教師という、えー、プログラムで、えー、と派遣されてですね、えー、現地の,あの中東教育の現場で私が、まあ、ALT さんみたいな <laughs> 逆の立場の、はい、になって。 でえー、ティームティーチングを現地の先生とやるという、えー、そういうあのプログラムをやってたんですね。はいですので、私が英語を教えてた時の役の立場を経験し、その時のあのノウハウまあ、短い間だったんですけど、勉強したこととかを活かしてできることがあったのがすごく良かったです。うん そのティームティーチングは僕と澤江さんの共通点の一つでもありますけど、僕も高校の教員として LT と英語を一緒に教えて、そしてニュージーランドに派遣されたときにはこ、今度はこちらの先生と一緒にティームティーチングをして、そしてその時はは英語教育に関わっていましたけど、でも、修士論文は、ティームティーチング、日本語教育におけるティームティーチングを書いてるんですね。えー そうですから僕も生他の先生た,たちとの共同といった点に興味があって、えー、そうですか、うん、すごい一緒にや何かやるっていうのは、まあ、今もずっとそれが続いていますので、うんえー、よかったですね経験しできたことが、ねえー、その経験はまあお互いにとって、えー、すごく大切なこう経験だっ とということですよねあと韓国に行って私がまあもう本当にびっくりしたことはあの、まあ、当時あの世界で最も日本語勉強している人の数が多いのが高校韓国の高校生でしたからその現場に入れたのはとても貴重でしたね。であのこんなにたくさんの高校生たちが、まあ、カリキュラムがあるからっていうか。 国の政策としてあの第2外国語教育がある,あるので,でそこで日本語が選択されてるってことなんですけれども、うん、こんなに数多くの,あの高校生が、まああのね、楽しく学んでくれてたり、まあ、いろいろ問題もあるんですけどあの私が行く時はやっぱり喜んでくれましたしあのとても楽しかったんですよね。だかからなんかその なんか高校生の様子を見て今度は逆に日本ではああ韓国語を学ぶ機会ってあの日本の高校ではほとんどあのないので、まあ、システムとしてですねあの学校が作っていればあるんですけどあの、まあ、国の制度として第2学校教育はないですしそういうことをこう対比してあの考えた時にあの、まあ、そのバランスの違いっていうか。 あの考えざるを得なくてで私はこうそれをですね、まあ、日本に帰ったら何らかの形でこの経験を生かしたいなと思っていてで特にまあ高校生に教えた経験っていうのは大きかったのであの日本に来たら日本の高校生にこの韓国のに 高校生でこんなに日本語を勉強してくれてる人たちがいることも知って欲しかったですし。あと一緒になんか授業ができたらいいなっていうのをまあ夢として抱いていたんですね。はい。ただ、あの韓国での経験、とっても大きかったです。で、それを夢を。またあの日本に帰ってきてから実現できているので、あの細々と高校生の教育とかにも関わらせていただいていて、そういう。 あの日韓の高校生間の,あの言葉の交流に、えー、関わることもさせていただいているので、すごく、まあ、嬉しい経験でした。その時に夢が実現しているわけですよね。その高校生にう、ねうん、韓国を教える講座もされていたん、はい、ですねはい。それもあの2007年にあのこちらに帰国して、2008年からあの始めることができて、あの途中、うん あの休んだりすることもあるんですけど、今年もやりますし、あの細々とこう続けている活動ですね。はあ、すごい多分ですね、こう、博士課程の研究もしつつ、そして、はいうん、教員としてのし仕事もしつつ、韓国語も教えて。いやその、教えてるってわけじゃないんですけどね、<laughs> はい、なんかあの、それもやっぱりこの手紙の交流ベースなんですけど。<laughs> はいあのまあ、オンラインもたくさん入ってきたのでそういうツールも使いますけどお互いにそういう書いたものを交換したりプレゼントし合ったりっていうようなことの中に日本語とか韓国語の,あの学びが埋め込まれるようなそういうことをずっとやりたかったんですけども、はい、それを、まあ、ちょっとずっ小さい実践ですけど続けています素晴らしいですね。そのの中にこう日本語韓国語の学びが埋め込まれている <え>はい、その実践はすごく魅力的だと、うん、今伺ったいと思いました。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。はい。で、今、天気についてお話を伺いましたが、うん、あと付け足す天気がありますか。付け足す天気がまあ、今のは全部仕事の話ですね。<laughs> そうですね。<laughs> まあ、やっぱり自分の中で、仕事っていうのは、とっても大きなものなので、うん、あの、どんな。 あの場所で何に携わったから今があるっていうのはやっぱりすごくありますのでね、えー、仕事の天気の話をさせていただいたわけですけれどもはい、まあ、とにかくそうですね、まあ、プライベートであ,のあんまり良くないことですけど何て言うかあの命の危機にこう会ってしまった時、はいえーまあ、危ない目に遭ってしまった時あの多分いろんな 皆様もあると思うんですけど、私自身もあの2回ほどありまして、<laughs> まあその,あの2回を乗り越えて今、生きているっていうことであの、なんか毎日を大切に、なんかできることをやるっていう、そういうところにつながったかもしれませんね。何のことだか分からないですよね。すみません <laughs> <laughs> 共通点の一つ、もう一つは死生観かなというふうに思っていたので、キノチさんの,あの、うん、所作も読まれていますし、そして、はいうん、以前伺ったお話の中でそういうことも感じていたので、やはり、はい、今、この瞬間というか、今がとても大切,で大切にされて生きているという、そういう印象を持っていますありがとうございます。 では次は心の支えに聞、はいてお願いします。はい心の支えはいこれもやっぱりあの当たり前ですけど家族はあの大きな支えになっていて私もほらあの仕事とまあ、子育てまだ小さい子供がいるのでえー、そちらの両方をこう進めるときにはいあのまあ 地元にいるっていうこともありますけど両親があのサポートしてくれることが多いのであのそういう精神面でも大変助けられていますしあのもちろん家族ですねはい、えー、それからあの、まあ、周りの同僚だったり学生だったり卒業生だったり一緒に研究する仲間の先生たちとか友達だったりはい っていうのはやはりあの大きな支えになっているんですけど、はいまあ、あと抽象的なことで言えばあのそういった周りの方々からいただける信頼みたいな私にまあこういうのをやってほしいとか <laughs> 頼まれることもありますけどそういうあのやってくれるんじゃないかって期待してくれるとそういう信頼とか、はい、そういうのはすごくありがたいなと思っていてそれも私 支えになってると思いますね。自分が自分を信頼するということも支えになってるかなというふうに思います。きっとできるって <laughs> あんまり無理はしないんだけどあのできることだけですけれどもあきっとできるっていうふうに思って自分を信頼してあの前に進むようにしているのでそういうのが支えかなと。はい、はい 自分に対する支え、そしてあ、まあ、自分に対する信頼、それから他の人からの信頼、<laughs> 自分に対する信頼っていうのは、どこから、この源泉は何なんでしょうそうですね、まあ、なんていうか、いろいろ大変なことがあったので、あ,あのそういう大変な時にも、まあ、なんとかやってきたんだなっていうことですかね、<laughs> その信頼。<laughs> あのえー なんかあさっき小倉さんもおっしゃってたんですけど、博論書くとか、仕事しながら書くとか、そういうことも大変でしたけれども、なんとかやったとか、そういうことで、あの時すごく大変だったけど、なんとかやったんだから、もっとできるかなとか、そういう経験の積み重ねですかね。はい、はい 経験の積み重ねが自分に対する信頼をこ培ってきたという、はい、そういうい感じでしょうか、はいはい。でもできないこともたくさんありますので、あとそこは <laughs> あの周りと相談しながらできないときはできないというんですけれども、はい、なるべくチャレンジしたいと思ってやってます。はい。 それからもう一つ質問ですが、はい、え、他の方からの信頼を得るというのは難しい時もありますが、でも、それは何か心がけていることがおありですかあそうですね、心がけているというか、その人のためにあの誠実に向き合いたいなっていう、それだけですかね、約束守るとか、本当にそういう小さいことで、何も大きいことはできないんですけど。はい はい、ありがとうございます。僕もこういうインタビュー企画をするにあたって、やはり信頼をしていただくことがこう思いのままに語って、うん、いただくために大切だと思っていてえ、どうやったら信頼していただけるのかなっていうことをいつも考えるようになっているので、え今のお答えもとても勉強になります、はいはい。ありがとうございます。はい、えではえ次は次 こう幸,せまあ、幸せについて、まあ、幸せと聞いたときに思い浮かぶものあるいは幸福感、はい、いろんなことがあると思いますがこれも思いのままにお願いします。あはいそうですねどんな時かなって思ったんですね幸せ感じる時ってどんな時かなって思ってで私あのまあ授業をする時とかもあのまあ普段の仕事とかでもそれ以外でもなんかこう人と人をつなげるようなことが 好きなのであの何か人と人とかまあものでもいいんですけどつながった時にそれがその方にとってなんかとても良いことにつながった時 <laughs> その方とその方がつながってとてもいいことがあった時とかあのそういう時にあ,あなんか幸せになってもらえたかなっていうのですごく嬉しくなってそれが自分の幸せになるっていうことがありますね。はい つな,がってつながってって時が幸せを感じるときです。うん、じゃあ趣味はひとつなぎ。あのまあ、島田勝吾先生の趣味はひとつなぎということですが趣味とまであれなんですけれども、うん、あのそこはとても好きなことだと思います。学生同士つなげるとかも大好きですし。 それも僕も共通するところですね。はい。そして、つながりの中に学びを埋め込んでいく。あるいは、ウェルビングを埋め込んでいくっていうことに関心があるんですけど、で、ここで一つ質問ですけど、つながりの中に、つながりが生み出すものは何かっていうことあるいは、つながりの中に何を埋め込みたいか ちちょっと違う質問ですが、うん、どちらをそ,そうですねつながりの中にその人のその人のなんかまあ幸せとか言っちゃうとあれかもしれないんですけどあのその人らしく生きる何かまあ幸せにつながるようなものがあるのかなというふうに思ってるのでその人らしく生きていけるなんでしょうね。 <laughs> 幸せって言っちゃうと幸せかもしれませんしありがとうございますえ、まあ、その質問僕がずっとあのいつも思<ー>持っている質問だったので、まあ、つながりの中に、えー、まあつながり生み出すものはつながりでありあるいはエンパワーメントでありあるいは、うん、自分がかか変わるということそれから、うんうん、社会と関わるということそして社会を変えていくということ。うん、うん そして今はこうつながりの中にでも自分が何かを埋め込むお手伝いをしたいって思っているんですからそういう視点を今持つようになったのでサメ、えー、さんのその関心についてもとても興味があったんですね何ですかねなんか、うん、自己実現とか何かにまたつながって、ま、変わってきますよね人はね。 うん、うん、それがまた社会変えたりしますもんね。うん。そうですね。はい。私も考え続けていきたいと思います。はい。僕も考え続けていきます。え<や>、<や>何かあの、<laughs> また思いついたら教えてください。はい。はい、はい、ありがとうございます。で、今、幸せについてお話を伺いました。うん。では、次のトピックというか、質問に行ってもいいでしょうか。はい、はい。はい。次は、え、これから成し遂げたいこと。うん。はい。はい あ,のあまり大きいことは私あの考えてないんですけど今あのずっと大切にしてきたそういうあの人と人をつなげながら学びが埋め込まれるようなそういう実践を、まあ、続けることに意義があるかなとも思っていて続けることもなかなか大変なことかなと思っているのでまずはつ続けることとそして、まあ、やっぱり時代時代 その、えー、なんか状況変わってきますので、あのその時代時代のまあ、変化も捉えながら、えー、その時の良い点もそれに加味しつつ、えー、まあ、実践を続けていくっていうことを成し遂げたいと思っています。まあ一つのことを続けるっていうことをやってみたいなと思います。さっきのあの。 えー、高校生のことでもそうなんですけれどもね、はい、そういう実践を続けるということですかね。はい、ありがとうございます。はい、そして今現在取り組んでいる実践のうち、えー、一つ教えていただくことができますかあ、はい。えっ、ーと,えー、と、さっき外国語学習の目安の話がちょっと出ましたけれども、はい、目安の本。 お持ちでしえっ、ー、とそれで私もあの、まあ、メンバーに入れていただいてマスターのですねはいいろいろ実践をさせていただいているんですけれども、えー、とこの間すごく良かったというか学生に好評だったあの実践がありましてその話をさせていただきたいと思うんですけれどもあのうちの,あのジェミの、えー、3年生なんですけれども とあの韓国の、えー、日本語を勉強している大学生のクラス、はい、上級のクラスだったんですけど、があのコラボレーションしたあの授業だったんですね。で、えー、とその、えー、うちの学生とパートナーを、まあ、組みまして、マッチングしまして、まあ、1対1の交流というのをあの3ヶ月間ぐらいやったんですね。で、えー、とまあ どんな人なのかお互いに知り合うような時間を、まあ、オンライン交流の中であの授業の中とか外とかであの時間をとってでその韓国のパートナーの方もいろいろタスクがあるんですけどでこちらの学生のタスクとしては、えー、そのパートナーのための授業をちょっとプロジェクト考えるっていう、えー、そしてその 案を考えるだけじゃなくて実際にそのための教材を作って、えー、その何回コースの授業の中の、まあ、1回目だけでもいいんですけど部分的にでもやってみるっていうあのことをやりましたで目安の枠組みでやってみたんですね、はい、ですのでやっぱりプロジェクトベースになるところがあるんですけれどもで韓国のパートナーの方はあの まあ日本語も結構できる方々で日本に就職したいと思っている方も多かったんですね。であのデザインが好きだとかそういう学生さんも多くてでそういう特技を生かして日本で就職したいとかいう夢を持っている人が多かったのでそれに合わせたようなプロジェクトがいろいろ出てきて、はい、あの実際にやってみたところとてもあの喜んでもらえてでその学生が えー、授業案考える時にですねあの手紙を相手のためにこう書いてるような気持ちであの授業を考えることができて、まあ、それが良かったみたいなあのコメント書いてくれる人もいたんですね。でそれを読みながら「あ私がやりたかったことってこういうことだな」っていうふうにちょっと思ったもんですからちょっと嬉しかったんですけど、はい、なんか相手のためを思ってあの作る授業っていうのを学生が感じてくれたみたいだったので。 でまあ、双方にすごくあの喜んでもらえた実践だったんですね。向このあの学生さんの,あのクラスの先生岩井浅野先生とおっしゃるんですけどと一緒にコラボしたからこそできたのかなとは思ってるんですけれどもあのお互いにウィンウィンでできたあの実践だったので、まあ、そういうのをベースにしながらあの見えてきたあの点っていうのを大事にしながらまたちょっとアレンジしながら。 続けていけたらいいなというふうに思いました。はい、どうもありがとうございます。今お話をされている時の表情が本当に嬉しそう、幸せそうなうん表情をされていて、<laughs> え、そう学生さんそのね学生さんたちの表情もすごく良かったんだろうなっていうことが想像できました。うん。ありがとうございます。そして一対一を三ヶ月っていうのはかなりうん、はい、こう深く深い関係というかう関係が構築できますね。はい そうですねだからあの終わった後ともまあ友達ができた感じっていうのをこうなんか持てたみたいで、まあ、今コロナで会えないんですけれども収まった頃にあのお互いに遊びに行ったりとかできる関係性もあの構築できたみたいでなんかそれもちょっと嬉しいことではありましたね。はい 素晴、はい、らしいですね。えーはい、そして、えー、と目安のことを、まあ、枠組みをお使いになったということですがこの 3x3+3 のこのそうですね、でそれを作って自分の,あの単元案をちょっと分析したり、えー、ルーブリックを作ったり、はい、そういうこともしましたね。はいはあはい でえ視聴者の皆さんにこれ、ちょっとだけ説明すると、3x3 というので、まあ、能力として分かる、できる、つながる、それから領域として、言語、文化、グローバル社会、それからもう1つ、連携というので、関心欲く態度、学習スタイルとつながる、奇襲内容、経験、多教科の内容とつながる、それから教室の外の人、もの、情報とつながる、これが 3x3、プラス3ということのこの枠組みなんですね。これをお使いになって うん、実際もされたとということですね,、はい、そうですねあのそれを使いながらあの割と2015年以降あのいろんなことやってるんですけど、はいえー、今回はそういうマンツーマンでお授業デザインをするっていうことを実際にやっぱり自分たちでデザインするとあのそれさらにそれをやってみることができると全然こうリアルな学びが違うというのが。 あのよくわかりましたので、うん、なんかそれを大切にして、なんかまた発展できたらいいなというふうに思ってます。はい、どうもありがとうございます。え、これから成し遂げたいことということで今お話を伺いました。はい。そしてえ最後はこのまあ最も伝えたいこと、あるいはご自身が大切にしている価値観や心情についてのお話をお願いします。はい。 そうですねあの自分が大切にしていることということであの小さいことなんですけど何事があっても動じないっていうことですかね、まあ、動じずにあのできるだけあのまあ、平常心でいて、えー、そしてあのまあ、い,ろんいろんなことがあるけれども変わらずに人に対して。あの 思いやりを持って接することができたらいいなというふうに思ってあのそれをまあ心情といっては非常にあれなんですけれども心がけていることですかねあとはまあなるべくいつも機嫌よくっていうこと <laughs> まあそれは日本語教師のまあよく言われる話かもしれないんですけど機嫌よく過ごしたいのであの嫌なことがあっても、えー、あんまり嫌と感じないように。 トレーニングしてるかもしれないですね。<laughs> はいまあ、あんまり感じないです。だからあ,のあんまりあの嫌なことを感じない方かもしれません。はい。うんはい、まあ平常心、それから、まあ、上機嫌ということがキーワードになるかと思いますが。はい、そうですね、これあの、ね、もちろん授業してる時もそうなんですけど、あの子どもに対しても同じような面があるかなと思っていて。 あのなるべく機嫌よく過ごすっていうのは大事なのかなと思って同じ日本教師で培った何かなんですけどあの行かせてるところもあるかななんて思って <laughs>、はい、いるところです、ね、その時はその「上機嫌」っていうところに行き着くまでにいろいろなエピソードがあったかもしれないんですけど。あ<ー>うん 教え始めた頃とか、同期弦じゃない時とかはありましたかあいや、意外とそこはあのー、最初からそういうタイプではあったかもしれません。はい、あ,のあんまり不近辺にはしないタイプだったと思いますけど、はいまあ、とにかくたの、まあ、現場は楽しいですからね、あのー、休みの時とかって、ちょっと物足りなくなりますね。 皆さんもそうですか,なんか授業がないとき、体は疲れないと思うんですけど、心的には、なんかちょっと、あの授業してるときの方が元気だなとか、そういうことはありますね。はい。だから、授業したくなるというか、そういう感じで、エネルギーをこうもらう感じですよね。なんか本当に、あの、みんな成長している人たちをいつも相手にしているじゃないですか。 本当にありがたいこととだなと思いいますね <laughs> いつもそうだったのであの、まあ、中学校もそうだし高校もそうだし大学生もそうですしねあと何がありましたっけ、えー、小中高まあ自分の子どももそうですし、うん、みんなあの成長していく人たちだからあのそこから受けるエネルギーがものすごく大きい。 なあと思って。私も、それを浴びて、元気になり。もっと成長したいなっていうか <laughs>。だからすごいありがたい環境に。あの。いて。感謝ですね。本当、感謝の気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございます。え、さらに、ま、感謝というキーワードが、付け加えりましたが。はい。うん。え。 成長している教えるという立場であっても、まあ、成長している生徒学生からエネルギーをもらって自分が元気になり成長していくっていうそういう何か成長の循環があるんでしょうか先生方見ててもやっぱりなんか生き生きとしている方が多いかなと思うのはそういうエネルギーを頂い,いてるからかもしれませんね。本当に ありがたいお仕事だなと思ってます。そうですね。えー、はい、お話をしていて、こう、日本語教師という仕事に本当にあの、情熱を持って。そして、お好きなんだっていうことが伝わってきました。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。えー、今、えー、最も伝えたいことということで、えー、はい、まあ、へご、ご自身の。大切にしていることとして平常心、それから、もう一つが。なんですけど、ね。 平常心と、それから最後は感謝が加わりましたが、あそうですね、期限、期限よく、そう上期限ですそして感謝の気持ちをお持ちだということなんですね。ありがとうございます。ますこれで<あ>伺いたかったことを全部伺ったんですが、がいす何かさらに付け足すこと、どうしても伝えたいことというのがありますか、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。 はいどうもありがとうございます。え、きょうは澤部祐子先生に人生における天気、心の支え、幸せなどについてお話を伺いました。え、澤部さん、貴重なお時間ありがとうございました。いざこそありがとうございました。では、え、このご縁に感謝をしながら、拍手と、それからいいねで、この番組を終わりたいと思います。はい。はい、えました では、拍手お願いします。せーの。いいな、ね。え、ね。